よっと、今日から新生活か。なんか届いてるかな。なにこれ、ほにゃららの本。読んでみるか。スケアリービー、なんだこれ。スケアリーチキン、スケアリーカウ、スケアリードルフィン、それにスケアリーフォックス。なんだこの本。スケアリーってなんだっけ。確かね、日本語で怖いって意味だった気がするんだよね。となると、怖いガストだったりとか、怖いスライムがいるってことかな。皆さんどうもこんにちは、こんばんは、クロスです。ということでね、今回は新しくね、ここに引っ越してきたんだけど、なんかさ、今日朝起きてポスト見たら、なんかね、謎の本が置かれてたんだよね。なんかね、恐ろしい化け物みたいなね、なんかモブとか動物たちのね、シルエットがこちらに書かれてるんだけど、これを調査してほしいってことなのかな。ただね、今のところは別に何の変化もないんだよね。これ見て、怖い牛さんってね、ここに書いてあるんだけど、特に牛さんも全然、なんならいつも通り可愛いのだが、なんか変化が起こるのかな。この街に来てさ、全然日が経ってないから、僕ね、まだあんまり分かってないんだけど、村人さんに話聞きに行ってみるか。どうも、こんにちは。いい天気ですね。あれ、なんか、周回して話してるけど、まあ、特に、変わったことは、ない気がするね。まあ、とりあえず、お腹空いたから、これ、俵取って、パン作ろう、パン。とりあえず、木を掘って、作業台を置いて、これで、たくさんね、パンが、できるはず。よいしょ。これ全部パンにしちゃおう。オッケー、パンめっちゃできた。これでマジで食料には困らないね、多分。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、うわ、ちょっと待って、作業台取りたいけど、そんなこと言ってる場合じゃない。やばい、ニワトリさんの様子がおかしい。ちょっと待って、うわ、待って、気持ち悪い。え、嘘でしょ。うわ、ちょっと待って、あー怖い。やばやばい、なんか様子がおかしい、なんか様子がおかしい。ちょっと一旦家戻っていい。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、めっちゃガストいる。ちょっと待って、やばい。え、待って、どういう状況これ。待って、目の前まで羊が、羊の大群が。いや、これは羊と言っていいのかな。え、待って、怖すぎる。ちょっと待って、待って、待って、え、とりあえず寝よう。よいしょ。え、羊さん？あ、特に何もない。え、夢だったってこと？え、ちょっと待って、待って、待って、え、けどみんな見たよね。なんか豚さんのさ、お腹のあたりとか骨むき出しになってたりさ、羊が口大きく開けてて白目向いてたりとか。え、僕がおかしいこれ。なるほど、ここに書いてあったのは多分そういうことだね。怖い豚さんとか、怖い羊とか、シルエットが一緒だもんね。多分何らかの呪い、都市伝説みたいなのが、この村にはあるのかな。え、だとしたら、その都市伝説に対抗すべく、装備を作んないと、やばいよね、多分。夜は外出れなくなっちゃうから、とりあえず探索してみるか。はい。でね、今回のね、動画の目標は、このね、本に載ってる化け物たちを、全員ね、討伐して、都市伝説をね、無事、克服していきたいなと、思います。とりあえずまずは、通常のね、サバイバルのように、村の物資をね、ちょっと物色しよう。お、なんかチェストある。お、待って、結構いろいろあるわ。蜘蛛の巣に、クッキーに、まあ、食べ物そんな困ってないからね、今。いや、けど、ただ、鉄とかは結構ありがたいわ。鉄ピナイス。お邪魔しましたと。よし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 。だいぶ、序盤にしてはいい物資だね、これ。とりあえずさ、日没までに鉄の剣は確保したいよね。板材作って、木の棒作って、鉄の剣できた。よし、とりあえずこれでだいぶ揃ったんじゃないかな。そしてね、さっき運よくね、サドルゲットしたから、これをね、お馬さんにね、よいしょ。さあ、懐いてくれ。さあ、懐いておくれ。頼むから夜までには懐いてくれ。おー、ナイス。で、これで、どうだったっけ、これを装備すると、オッケー、お馬さんゲットということで、あそこにさ、ちょっと全焼基地あるから、あそこちょっと探索してみよっか。ただ、なんだっけこれ、なんだっけあなた、ビリジャーだ、ピリジャーだっけ。
なんだっけ、ビレイジャーだっけ、わかんないがいるから、ちょっと気をつけてね、潜入していかないといけない。やばいやばい、まずいまずいまずい。さあさあさあ、早速上に上がって、オッケー、ちょアイテムだけください。痛い痛い痛い、ダメだダメだ、戦わないといけない、これちょっと待って、やばいやばいやばい、まずい。あれ、こんな難しかったっけここ。あらい、やっべ、全勝基地舐めてた。ちょっと待って、まさかだとは思うけど、まずい、ちょっと待って、うわー最悪なんだけど、やべえ、家の周り囲まれちゃった、恐怖の羊にこりゃ出れねえわ。いやー今日も一旦ちょっと就寝かな、さすがにちょっとこの幻覚からはおさらばしないと。おやすみなさーい。おはようおい、もうずっとそのままでいてくれ、羊さん、お願いだ、家には入らないで。うん、いくら可愛くても君たちすぐ裏切ってくるから家には入らないでね。やばい、え、待って、えこんなに家集まってたの、え、ちょっと待って、この量はさすがにやばいって。よいしょ、大丈夫、お、誰もいない、いるわ、よいしょ、オッケー、隠れて、よいしょ、ちょっと待って、あと一発、危ねえ、大丈夫これで、大丈夫そう、オッケー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 、ちょっと雑だけどここ塞いどくわ作業台で、ごめんね、今作業台しかないからさ。さあオープンザチェスト、うわー微妙こんなに体張ったのに、もうあと特にチェストないよね。俺これのためにここ来たのか、まあ、チェストもらっとこう、マジかよ。はい、ということでね、とりあえず家に戻ってきました。まだね昼間だから、ちょっとね夜まで家の中で待機して、夜になったらね早速この子たちをね討伐しに行きたいなと思います。それではね、夜になるまでしばし待たれよ。お、そろそろ夜になるんじゃなかろうか、ちょっと出てみるか。やばい、羊さんたち来てる。この子さ、ちょっと待って、うわ、こわ、怖いけど特に害はなさそうだね。倒すか、あ、めちゃめちゃ弱い、ちょ待って待って待って、うわ怖すぎ。オッケー、とりあえず羊さんは討伐できたんだけど、ちょっと待って、これさ周りに敵が多すぎてやばい、ニワトリさんいる、オッケー、今羊とねニワトリは倒したから、あとなんだろうな、あ、ピッグ、そしてイカもいるんだ、クリーパーとエンダーマン、ガスとスライム、ゾンビ、あ、ゾンビさっきいたな、オッケー、ゾンビさん倒したい、ゾンビ、さあゾンビをかかってこい、なんか違う、うわー、こ、いや怖っ、あ、倒した倒した、あ、特に変化はなさそうだね、ゾンビは。よいしょ、オッケー、ゾンビとか羊さんは追っかけてくるだけで特に叫ぶぐらいこれガスト倒せないかな、よいしょ、あ、え、めっちゃ弱いえ、ガスト倒しちゃったんだけど、え、ガスト思ったよりも弱かったな、え、となると、なるほどね、イルカさんとか、あとキツネもいるんだ、あ、アイアンゴーレムいたよね。ただね、ちょっと僕のヘマでさ襲撃があるからこれまずいんだよな。どの呪われたモブよりさ襲撃の方が恐ろしい説全然あるんだよな。え、ゴーレムさっきいたよな、どこだっけ。とりあえずさ、アイアンゴーレムが見当たらないから、お、待って、クリーパーいる、よいしょ、ちょ、なんとしてでも討伐したい、オッケー、クリーパー討伐、あと豚さんもまだ枯れてないな、豚さんさっきいたよね。いやー、くっそー、マジでミスった、襲撃がめんどくさすぎる。多分ね、村の中に豚さんいるんだけど、さあ今夜で豚さんと牛さんは借りたいぞ。お、豚さんいたね、さあ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 、え、豚さんはなんか何もしてこないのかな、特に、え、なに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 、うわ、頭でかくなったんだけど、何もしてこない、なんか鳥さん、やばい、うわ、やばい、気持ち悪い気持ち悪い、待って、吐き気がする、何これ、え、待って、牛もいるわ、ちょっと待ってね、あ、待って、牛に見られると吐き気付与されるわ、ちょっと待って、牛も倒したい、よいしょ、オッケー、とりあえずもう今夜はだいぶ順調に枯れたんではなかろうか。怖いイカさんと、あとなんだろうこれ右、怖い村人さんがいるみたいなんだけど、え、怖い村人さんなんているかな、あ、って話してたら多分もうすぐ夜明けかな。さあどうなるんだろう羊さん、あれ
もう朝、あ、戻った。あ、なるほどね。だからあの物件安かったのか。うわー、不動産絶対恨んでやる。よーし、ただいまーと。無事生還できた。とりあえずさ、昨夜倒したモブたちを確認しよっか。さてさて、ハチさんはまだ倒してなくて、鶏と牛は倒した。あ、まだイルカとキツネもいるんだ。はいはい。あ、そしてね、ヤギね。ヤギとアイアンゴーレム。アイアンゴーレムいなかったんだよね。で、あと、豚さんと羊、ここは倒したね。ま、あと、イカと、あと、この村人。え、村人さ、さっき、夜、歩いてたんだけどな。特に何も変化なかったんだよな。うん。で、クリーパー倒した。で、エンダーマン倒せてないね。そして、あとはガスト倒して、あと、スライムもいるんだ。あ、あと、ゾンビも倒したね。オッケーってことは、あと半分ぐらいまだいるのか。いやー、今夜はさ、エンダーマンとかアイアンゴーレムとかちょっと強そうなね、モブを残しちゃったから、ちょっと頑張んないといけないかも。お、夜になったね。うわ、目の前にガストいるわ。やめて、家壊さないで。お、そうこうしてるうちにイカ発見。待って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 、あ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、目が見えない。え、イカも攻撃してくんの？やばいな。え、イカってさ、デフォルトのマインクラフトだと攻撃してこないよね。待って、やばい。イカも早めに倒さないと。よいしょ！オッケー、イカ倒した！お前もついでに！やばい、やめとこ。お、なんか焚き火がある。あれ？待って、なんか歩いてたら、変な村に来たんだけど。え、なにこれ？え、これデフォルトのマインクラフトじゃないよね。結構栄えてるよ、これ。お、これさ、キツネじゃない？待って、うわ、気持ち悪い！ベロ長！え、これさ、なんかしてくんのかな？あ、特に何もしてこない。え、ベロ長すぎる。オッケー、ごめんね、キツネさん。とりあえずお命ちょうだい。あ、待って、これヤギだよね。スケアリーゴート。え、なんかしてくんのかな。え、この村、あ、討伐完了。あ、待って、ちょ、やめてください。やめてください。いやー、なんかあっさり討伐完了しちゃったんだけど。あとは、じゃあ、ヤギも倒した、ゴーレムも倒した、豚も倒した、羊も倒した、イカも倒したよね。うん、で村人も倒した。あ、あとエンダーマンとスライムと、あと蜂か。あとエンダーマンとスライムと蜂。待って、今気づいたんだけど、月赤くね？こわあの月が原因だったりするのかな、この都市伝説の。あ、待って、あとイルカも倒してないわ。待って、イルカいたわ。え、これなんかしてくんのかな。う、いった、攻撃してくる、このイルカ。ほら、あぶねえ。イルカをとりあえず飼っていく。討伐成功。これエンダーマンだよね。え、待って、ちょっとかっこいいかも。かかってこい。ほら、攻撃のモーションが違う。ちょっと、いや、オッケーオッケーオッケー。エンダーマン倒して、ちょっと待って、ちょっと待って、普通の村人を襲ってくる。あれ、この村人けど見たことないな。よいしょ、村人ゾンビか。よいしょ、オッケー。お、エンダーマン倒したと同時に朝になった。ってことは、あと残るは、このスケアリービー蜂と、あと倒した倒した倒した。あとなんだろうな。あ、そうだ、スライムだ。あとスライムと蜂で、コンプリートかな？オッケー、とりあえず我が家に帰ってきた。これでとりあえず一息。ふぅ。あとは、蜂とスライムだから、確かね、スライムは確か沼地に出てくるはずだから、沼地にね、行く道中で、蜂のね、化け物を買って、最後ね、スライムをね、買っていきたいなと思います。オッケー、出港じゃあ。よし、ということでね、早速蜂さんをね、見つけていきたいんだけど、さっき確かこっちにいたんだよな。お、蜂の巣、ここめっちゃあるんだけど、ここいるんじゃないか。あれ、蜂が全然見当たらないんだが、あれどこにいるんだろう。なんかさ、呪いでさ、蜂透明になってたりしないよね。あれどこにいるの。え、待って、気持ち悪すぎる。いつの間にこんな湧いたの。いや、ちょ、待って待って待って、やめてやめて、ノイローゼになりそう、その声。あ、ここにも蜂の巣あるな。うわ、出てきた。うわ、待って、あれ、これさ、これ普通の蜂だよね多分。あれ、おかしいな、気持ち悪いな。それにしても何匹いるこれ。西ロヤと西14匹楽しそうで何よりだわ。これサムネイル。あ、待って、あ、蜂の化け物いたわ。う、待って、こっち来てる、やばすぎ。
オッケー、これで蜂も討伐かな。後ろからゾンビ来てるけど、オッケー、じゃあ残るはあとスライムだけか、沼地の。オッケー、じゃあ沼地に向かおう。待って、これスライムじゃない？お、来た来た来た。え、待って、痛い、え、何これ、どうなってる、やばい、死ぬ。え、待って、最悪なんだけど。え、今何が起こった、最悪なんだけど。仕切り直してスライムにねやられちゃったので、こちら鉄フルを用意しました。これでねリベンジに行きたいと思うんだけど、なんかさ、体になんか取り込まれて一瞬にしてさ、ちょっとやられたから、今度はねちょっと気をつけて行きたいなと思います。ちょっとあまりにもさっきのさ場所が遠すぎてさ、ちょマジでわかんないわ、どこだったか。もう沼地全然ないんだけど。これもう下に掘ってちょスライムチャンク探すわ。痛い、来るな、痛い、なんだこいつ、あぶねー、よいしょ、ふぅ。待って、やっと見つけたスライム。お前をずっと探してたんだよ、マジで何年かかるかと思ったわ。よいしょ。あ、今日さっきのよりちっちゃいから、あ、取り込まれないわ、ちっちゃいから。あ、オッケー、スライム討伐、よっしゃー、これで多分全部討伐できたかな。これちっちゃいのはどうなんだろう。あ、攻撃食らわないわ。オッケー、あとはこいつら倒して家に戻ろう。帰ってきたー、あー疲れたー。よし、これで君たちとはおさらばだよ。じゃあね、羊くん。はい、これでね全種類討伐ということで、都市伝説をね克服できたでしょう。よし、それじゃあ寝てね、都市伝説なんて忘れちゃいましょう。おやすみなさい。おはようございます。すがすがしい朝だな。はい、ということでね、今回の動画どうでしたでしょうか。いや、めちゃくちゃ怖かったけど、あらゆるね都市伝説を乗り越えて怖さをね克服できてよかったなと思います。今回の動画がね面白いなと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。お相手は黒瀬でした。バイバーイ。羊くん、もう悪さしないでね。待って、嘘でしょ？